今日はやつにドッキリをね仕掛けようと思っております。まあでもただのドッキリがだとこの間のコンソメみたいに失敗するから、あいつが家に来た瞬間からスター始まるっていうドッキリというか企画を今からやろうと思います。まあやっぱフィッシャーズのリーダーだから、そんなまさかね、まさかそんな一発ギャグとかモノボケとかやれって言われて滑るわけないんだよね。フィッシャーズの中でもやっぱダントツで、そのシルクのギャグ力、ツッコミ力っていうのはもう俺らの中でもやっぱすごいってなってるから、やっぱそれをね考えなくても瞬時にやつはやってくれるとは思います。まあ今回あの動画の尺っていうのはまあ長かったりするんで、今回はこのモノマネとモノボケで一発ギャグの中からシルクに選んでもらって、最後まで俺を笑わすことができたらあいつの勝ち、俺を笑わすことができなかったらあいつの負けってな感じになっております。シルクにね今からいきなり色物やドッキリを仕掛けたいと思います。まあぼちぼち来ると思うんでお待ちください。はいはい、どうぞ。ようこそいらっしゃいました。品物の方お預かりします。ドアを閉めてください。さっき今入ってきた瞬間さ、無防備なパンツ姿のお父さんはい、ジャンルの方を選択してください。でん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 はぁーでん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 モノマネモノマネで、え、誰をどうしなきゃいけないのこれ。だからモノマネで俺と魚民、見てる魚民さんをシルクのギャグセンスとボケ能力で笑わせるっていう突然の企画です。やべ、何も用意してねじゃあそれではシルクのモノマネのチャレンジです。どうぞ。今が60秒ね。はいはい、じゃあ朝5時半ゴミ収集所に集まってくるカラス。よっしゃー、さあクリアー。シャンタンの、いやでも面白いねさで、じゃあね、やっぱあのこれ最後までいくとあの景品があるから。景品とは何？景品があるから。モノボケ、あの残り今ねモノボケクリアしたから、モノボケクリアしたからね、はい、久々にこんな心臓バックボタンがめっちゃバックボタンだけど今はい、じゃあこの残り2つから選択してください。お願いします。胸痛っ。でん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 でなかなか来ねえよ。あ、じゃあ一発ギャグ、一発ギャグで、はい、じゃあ一発ギャグの前でね、あの俺を笑わせればいいから。うん、はい、それでは一発ギャグのチャレンジです。でねんでねん、ちょっと待って、怖い怖い怖い、これ怖い怖い、マジで一発ギャグのチャレンジと俺一発ギャグって名前になっちゃった。あ、一発ギャグです、お願いします。でねんでねん、はい、心をすべて無心にするため今から頑張ります。ウキュウ。フルゴ。ツーラ。トフメヤ。うわずるいわ。何がずるいんだよ。はい、一発ギャグクリアー。何がずるいんだよ。テルメンテジャンルをせ俺さあのこれあのあれじゃん、全ての競技が逆になるっていうことじゃん。何回やっても後ろに飛んでるんだけど俺さ野球を逆から読むはずなんだけど、いつも俺ウキューって言ってんじゃん。マジ俺ウキューって言っちゃったね。ウキューって言うからただのちびまるちゃんだったホントのそうなんじゃん。
ファイナルチャレンジやりますか。あ、待って、モノマネこれか。これか。めちゃくちゃ用意してあるでしょ。気づかなかった。普通にただ部屋が汚れてるだけ。違う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 、あの、ファイナルチャレンジやりますか。いや、やらない。やらない。やらない。やめやめやめ。50円とかもらってたんだけど。なんでそれ。それはそれで全然いいけど。やだやだやだ。ファイナルチャレンジやりますか。やりましょう。おう、やりますか。やりましょう。それで、あの、会場のルーレットで、あの、選ばれた人が、あの、ターゲットになるから、スタート、ストップコールお願いします。スタート。おめ、単品じゃねえかよ。ストップ。ででででピロッ。あ、今5人いた。5人いた。一応5人いた。5人分頑張るから。じゃ、それではシルクロで物ボケのチャレンジです。ファイナルチャレンジ。クレヨンしんちゃんの輪郭。お前にはまだパカラパカラは早い。私はいつひづめが入るようになるの。お前にはまだ半月パカラが足りない。そのパカラはどうやったら増やせるようになるの。あと30秒。そのパカラはだな、実はひづめじゃなくてブーズ。20秒。そのパカラは一体どこで学べるの。そのパカラはひづめと長い耳にかかっておる。ラスト10秒。そうなんだ。そのパカラは一体どこから生まれました。お前パカラめっちゃ遅い。パカラ遅すぎだろ。最後ぐらい変えてくるのってやらんだわ。うわー、やったわ。嬉しい。普通にやった。めっちゃ嬉しいんだよ。これ多分シリーズ化すると思う。これ言うよ。こういうの。なんで素人の俺が何もネタ用意しないでやるんだよ。つらかった。まあ、検証の結果、あのシルクはあのいきなりのボケやギャグでも対応できるってことがね判明しました。怖かったー。やばいよ動機。すごいね。ボッボッ。やばいよ、賞金が暴れまくってびっくりした。最後まで行ったということで、あの賞品の方ね。え、やっと。本当に。それではこの水をプレゼント。もうやれない。はい、これな。おすすめ動画はこちら。スマホ、タブレットは概要欄から。サブチャンネルもあるよ。ホームページもあるよ。ツイッターもあるよ。詳しくは概要欄から。毎日動画も出てるよ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。で、逆にこれでやるってクソむずいんだけど。だって これ一ネタしかないじゃん。俺ちょっと考えたけどね。若干これ。え、でもそこそこネタになりそうなやつ置いといたんでしょ、俺。もう完全にこの、なんか、4本足のやつで攻めようとは思ってた。この辺で、この辺で。もう、バカだわ、やばい。